July the 29th, 2020, by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌2020年7月29日、林博史です。こんにちは。今日は火星関係の動画を何本か発表させていただきました。で、YouTube でですね、火星、私のチャンネル内で火星を検索するとですね、なんと350本ほどの動画をヒットしました。350本ですね。火星関係だけでですよ。はあ。で、どれにしようか迷ったんですけども、まあ、できるだけね、最近あまり触れてないテーマの動画を選んでみました。まあ、皆さんに楽しんでいただければ嬉しいです。昨日の夜ですけども、こんなことを考えました。夜になってからですね、山の家に向かったわけですけども、まあ、それはそれなんですけども、寝る前にね、まあ、床に入る前に私30分運動したんですよね。で、1日4回30分かける5回、ごめん4回ですね、の運動を決めているんですけども、で、山の家に行ってからですね、今日4回やったのかな、やらなかったのかなというふうに迷ったわけです。まあ、浜松の方でね、多分3回か4回はやったつもりだと、やったんだと。3回だったら山の家でね、もう1回運動をしなければいけないわけです。で、ちょっと話それますけど、私は定量運動という言葉を提唱しています。よくね、知り合い友達と話すときにはこの言葉を使うわけですけども、定量運動ですね、定量、決まった量の運動ということです。で、中にはね、散歩の方がいいとか、まあ、その都度思いついたときにあちこち行った方行って、そしてまあ運動イコール楽しみにまあつなげた方がいいんだというようなことを言われる人もいます。あるいは散歩をしながらね、まあ、外の景色を楽しんだり、まあね、その季節ごとの、まあ、そういう移り変わりをですね、楽しんだ方がいいんだという方もいらっしゃいますけども、私の場合はいろいろ事情がありましてですね、今は定量運動ということに心がけています。まあ、そういうことはさておいてですね、とにかく30分かける4回、まあ、ランニングまではもう最近行きませんけどもね、時速 4.4 キロですからね、早駆け足という程度です。まあ、走ってはいないんだけども歩いてもいないというような、まあ、中途半端な歩き方走り方で運動しているわけですけども、その定量運動をすることによってですね、つまり自分の体の調子というのが大変よくわかるわけです。またそれによって逆にね、体の方がその定量、毎日ね定量で、まあ、その運量をしているものですから、体の方が、まあ、それに慣れてくるということじゃないでしょうかね。まあ、例えばね、例えて言うならばですね、収入とよく似てるんですよね。きちんと毎月、例えば定額の給料が入ればですね、生活もそれなりに一定リズムで、まあ、流れていくようになるわけですよね。ところがその収入がですね、乱れるとどうなるかということなんですけども、ね、増えれば、まあ、増えたとき、あるいは減ったときというのは、その落差があまり大きいとですね、生活そのものが安定しないわけですよね。つまり生活をその給料に、まあ、依存して自分の生活を結びつけていくことができないわけですよね。まあ、しかし定額の、まあ、収入があればですね、きちんとある最低限で見ればいいんですけども、まあ、生活そのものもですね、リズムある一定のリズムの中で流れていくということになるわけです。まあ、生活の場合は、ね、そのリズムが大切ですね。まあ、どういう皆さんのリズムというのはあると思いますけどもね、1週間単位のリズム、1ヶ月単位のリズム、そして1年単位のリズムというのがあるわけですけども、まあ、リズムが安定するということが、まあ、生活の安定、あるいは心の安定のためにはとても大切だということですね。同じように運動もですね、私やはりこう定量運動をしてですね、がいいと思います。あくまでもそういうふうに提唱しているだけなんですけどもね、やったりやらなかったり、あるいは思いついた時にやる、あるいは今日疲れたからやめるというようなことでは、まあ、運動にはならないということですね。つまり体の方が安定しないと言いますからね、その運動に合わせて、まあ、例えば体が
できていきますからね。それはどういうことかと言いますと、例えばサイクリングをする人はサイクリングに合わせて体がまあそれに慣れていくということですね。あるいは水泳をする人には水泳する人に合わせて、つまり体が慣れていくということですね。ですからランニングマシンの上で走る人はランニングマシンに走る人に合わせて体の方が要するに適応していくということになるわけです、まあ、そういう意味で定量運動ということを、まあ、そういう言葉を使ってですね、まあそのまあ、皆さんにねどうですかというような進め方をしているわけですけども、その定量運動をですねしているわけですけども、まあ、1日30分かける4回だったんですけども、昨日の夜ですよね、山の家行ってからですね、まあ、こんなことって言いますかあったんですよ。今日は4回終わったのかな、3回だったのかなっていうふうに分からなくなったんですね。一応表をつけているんですけどもね、自宅でしたら表がありますからそれを見ればすぐ分かるんですけども、まあ、山の家行った時にですね、今日3回やったのかな4回やったのかなっていうふうに迷ったんですよね。でそういう時は私はどうするかって言いますと、どんな場合でもそうですけども、迷った場合には最大限もう一つ、まあ、魔のいわゆる、まあ、なんて言いますか、悪い方を取り上げてそれに適応していく、適応というかそれをするという、まあ、私のこれは生活信条の一つになっているわけですよね。つまり3回か4回か迷った時には3回だったというふうに自分に言い聞かせるわけですよ。迷った時にはそうするんですよね。何事もそうですね。例えばあの人に何々をしてあげたかしてあげなかったかって迷った時にはもう一回してあげるということで、まあ、自分の心を整理するわけです、まあ、それが私の生き様にもなっているんですけどもね、まあ、要するにその3回だったかな4回だったかなって山の上に着いた時に、まあ、迷ったわけですよね。でそこで私は、まあ、3回だと、じゃあもう一回やろうということで山の上でもう一回運動したわけですよね。その後のことなんですよね。よくよく考えてみると、家で4回やって山の上に来たというような心がどこかに残ってるんですよね。そういう思いがね、回数は忘れてしまったんですけども、まあ運動は家で済ませて、で山の家行ったらまあのんびりしようというようなことを思ったというのをどこかで記憶していてましてね。でゆくゆく思い出してみると、どうやら家で4回済ませてそして山の家へ来たわけですね。で山の家では3回だと思ったからもう1回増やして、まあ4回目をした。だけどもそれひょっとしたら5回目だったかもしれないということになったわけです。でその時のことなんですけどもね、私妙なその自分の心理というものを感じました。どういう心理かというとですね、つまりこれはまたとっても面白い私の心理反応ということになるわけですけども、損をしたと思ったんですよね。損をした、いつも4回でいいと、まあしかし間違えて5回したと、まあ、そういう場合はですね、1回分損したと思うんですよね。でかふと思い出して、え1回損したなと思ったんですよね。はい。でそこじゃあどうするかということなんですけども、もう今日4回やって5回やったから1回分明日に回すということはこれはできないんですよね、運動の場合は。はい。まあ、例えばね、その収入の場合だったらね、まあ、今日は1万円余分に稼いだからその分は明日に回していこうということはなるかもしれませんけども、運動の場合はそういうわけにいかないんですよね。はい。でその時のことなんですけども、損をしたと思ったんですよね。あ、損したって感じでね。ところが考えてみればね、4回の運動をいつも4回と決めている運動を5回したんですから、自分の健康にとってはまあ良いわけですよね、その方がね。運動を余分にしたわけですから、ですから損をしたっていうのはおかしな感覚なんですよね。だからどこでそういう感覚が生まれるかということをですね、一生懸命自分で考えてみたんですよ。どうして損をしたなんて思ってるんだろう、どうしてだろう。まあ一つには最近ねちょっと運動が苦痛になってきましたからね、暑いですから、まあねもう30分1回やってる間にもう15分か20分過ぎる頃にはもう汗がダクダク出ますからね、クーラーかけといてもダクダク出てきますからね、そして終わった途端にこうダラーっとして疲れて眠くなりますからね、その睡魔とも戦いながら仕事をするというようなことで、まあ、要するに運動と仕事ってっていうのがやや両立しづらくなってきたわけです。その中で運動するということが楽しいというよりも、頑張るかやるかってな感じで、もうね、眠気まなこである自分をですね、まあ、叩き起こして、そしてそのランニングマシンの上に乗るわけですよね。つまりやや苦痛に感じ始めてきたわけですね。まあはっきり言えば、楽しいか楽しくないかといえばまだ楽しくない、嫌か嫌でないかといえばどちらかといえば嫌に近い。つまり嫌なことを
1回分余分にやったという自分がいるわけですよね。ですから損したなっていうことになってくるわけです。でなぜこんなことを言うかというとですね、昔からね、これは私の意見というよりも一般論から言うのを言うとですね、いわゆる、もし皆さんの中に公務員の方いらっしゃったら失礼な言い方になるかもしれませんけども、昔はですよ、そういうのを総称して役人根性と言ったんですよね。役人根性、つまり官僚的なものの考え方、そう総称して役人根性というふうに、私が言ってるわけじゃなくて、私がもう学生時代からそういう言葉がありましてね、そういう話をしていたわけですけども、要するに役人と言われる人たちはですね、自分の世界はきちんと守る、そしたら他人が入ってくることを許さない、情報はきちんと自分のものにして組織の中で、そのきちんと組織を大事にしながら生きていく、これが役人根性なんですよね。と同時に役人、当時はですよ、今は、ちょっと私遠ざかりましたから分かりませんけれども、その役人根性というのはどういうことかというと、決して余分なことはしないんですよね。余分なことはしない、余計なことはしない、いわゆる他人の領域を犯すというよりも、いわゆる自分の領域を守ると同時にそれ以上のことはしない、決められたことはする、そこでやめてしまうわけですよね。例えばいい例がですね、これは例えば教育の世界でもあるわけですけども、例えば学校でね、生徒が窓ガラスを 不注意に、ね、割ったとしますよね。大きなガラスがバーンと割ったとしますよね。そうしまっても先生は、3人の先生はですね、ガラスを片付けのところまではしますけども、その後一切何もしないんですよね。で、昔は用務って言ったんですけど、用務の先生に頼んで、そのガラス屋さんに来てもらって、ガラスをはめてもらうっていうことをやってですね、自分で例えば電話をかけてガラス屋さん呼んでってことは絶対にしないんですよね。それはいわゆる自分が教師としての、仕事の領分の外にある仕事ということになるわけですよね。ですからそれは絶対しないと、すればそれで下でまたいろいろあるんですよね。要するにそういうのを総称して昔は役人根性と言ったわけですよね。しかし考えてみれば、基本的には公務員という、みんなのために、みんなの立場でみんなにその奉仕的な仕事をするという立場で考えるならばですね、余分な仕事をするということについては別に構わないわけですよね、本来ならば。しかしそれをすることによっていろんな法律的な問題も起きますからね、特に学校教育というのはそういうことがあるんですよ。余計なことをするとですね、後々責任を問われるということがありますから、やっぱりその責任を問われるようなことは、避けるわけですよね。それが、その結局は、その自分の領域は守るけれども、一切その領域を離れた仕事はしないしてはね、かえってその混乱を生ずるということもありますけどもね、そういうことを総称して役人根性というんですけども、その役人根性的な自分がですね、その時にムラムラムラと起きてきたわけです。その時というのはですね、要するに4回やったかな、5回かな、で、いや、こういう時は僕のやり方としては3回だ、だからもう1回、もう1回やっておけばいいんだっていう感じで、5回目をやったわけですね。で、5回目をやりながら、その間何をずっと考えていたかというとですね、30分の間ね、今日はやったのかな、やらなかったのかな、いや、3回だったかな、4回だったかな、これひょっとしたら5回目かもしれんな、しかし4回かなってことばっかりを30分間考えながらね、たんとか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 走ったわけですけども、そこがおかしいわけですね。で、その時に思ったことは損したって感じなんですよね。で、ワイフが横にいたもんですから、なあ、僕今日4回やったよな、で、ここでやると5回目になるんだよな、って話をしたんですけども、私、知らないって感じでね、彼女はいつもそういうふうに言うんですけども、で、自分で5回だったら損だしな、5回やったら本当に損だよな、4回、明日の分に回すこともできないし、損したな、っていう感じなんですけども、考えてみれば先の話に戻りますけども、余分に運動したわけですから自分の体のプラスになることはあってもいいわけですよね。ですから損得で考えること自体がおかしいんですけども、あの損したという感覚は一体どこから来るんだと思ってね、一生懸命自分の心の中を探し回ったんですけども、それが直接ね、先ほど言いました役人根性というのに結びつくかどうか分かりませんけども、役人根性だな、こういう考え方をするのはって感じでね、というのは決められたことをきちんとする、例えば4回する、しかし5回目はしないという感覚ですよね。それが転じて損したなという感覚になってきたんだろうと思うんですけども、実は妙な感覚なんですよね。
でなぜまたさらにね、そこでそのことを今日のテーマにしたかっていうとですね、まあ、つまりその動画作りっていうのは、そのまあある意味でそうしたその、もし皆さんの中に本当にごめんなさいね、別に役人根性って言い方はね、別にあの公務員の方はどうこうという意味で使っているわけじゃなくてね、まあ、つまりはその、まあ、官僚的な、ね、ものの考え方ですよね。上はね、上はという言い方もおかしいですけども、国家も公務員のね、上級講習の方もそうでしょうしね、まあ、上級講習になるとちょっと違うかな、まあ、ちょっと違いますけども、今までね、何人かあったことあるんですけど、ちょっと違った考え方なさっている、見るみたいですけども、要するに、そういった方から、公務員社会全体を伴う人を、まあ、その、総じてみるとね、要するに、まあ、その、官僚の世界というのは組織と情報で成り立っているわけですからね、それ以外何もないんですよね、あれ。ある程度お金もよくありますけども、本当にないんですよ。それでその一つの世界が出来上がってるわけですよね。そういう中ですから、その組織を荒らす、あるいは上下関係を荒らす、まあ、そういうことはもう絶対タブー中のタブー。そして情報はまあ自分のところでしっかりと握る、まあ、独占化するということですね。そしてその情報を持つことによって自分の地位立場というのが守られるというような感じで、官僚制度というのは成り立っているわけですね。でそれを超えますと越権行為になって責任論へと結びつく。その責任回避ということは、もう最初からもう責任回避ということはまずありきということを念頭に置きながら言われたことだけをすると、何か失敗した場合にはその上司上司上司と進んでいくわけですよね。で、まあ、その上司の命令でしたって言えば何事も終わってしまうわけですよね、ことなかれ的にね。まあ、それがあるもんですから、損したという、まあ、感覚へとつながっていくのかなということで、まあちょっとね、役人根性という言葉を使いましたけども、決してもちろんその公務員の方は、ね、大変な仕事を今でもね、コロナ19の渦中にあっていろんなことをなさっておられると思いますけども、しかし、まあね、その逆に今度はその組織が邪魔することもあるでしょうね、やっぱりね。少し前ね、保健所と厚生省との間でそのコロナ19の、ね、検査問題について対立関係があったということも漏れ聞いていますけども、まあ、そういうこともあるわけですよね。まあ、要するにそういった問題があるということです。で、自分の心を、まあ、調べてみて、そうじゃないかなと思ったその話とですね、実は動画作りの自分の心の中にある、なんて言いますかね、まあ、もっと別な言葉を使えばいいでしょうね、官僚根性か。官僚根性でもまずいですよね、官僚の方いらっしゃいますからね。どう言ったらいいんだろう、ことなかれ趣味でもおかしいですよね。そういうのはあるんですよね、やっぱりね。で、自分が余計なことをして、そのなんて言いますか、かえって責任を問われるよりも、まあ、無難な道に身を置いて、そしてやるべきことをやっていくというそのことなんですね。で、余計なことをやって叩かれると、何かしらね、損したなという感じへとつながっていくという自分がですね、やっぱりあるんですね、これはね。となると皆さんも多分どうなんでしょうか、あるんじゃないでしょうかね。本当はこうしたいんだけども、それをやると角が立つとかね、あるいは摩擦、あるいはね、あるいはそのまあ理解されなくてね、混乱が生ずるっていうようなことがあると、やっぱり引っ込みますよね。で、やればやったで何かしらこう損したなっていう感じになる。で、どうなんですかね、これは。どういうふうに考えたらいいのかなっていうふうに、まあ今一生懸命ね考えてるんですけども、何かしらね、結論が出ないような話になってきそうな雰囲気になってきましたからね、怖いですね、こういう話はね。ですから、それを破らないことには、そういう殻を破らないことには、つまりは自分っていうのがないのかな、あるのかなというところまで考えていますけどもね。またそんな殻があると、まあ今のような動画作りはできないわけですよね。これ以上言ったらね、大事な話だから、みんなに教えたら損だ、なんてね、考えてしまったら、何もできなくなってしまうんですよね。はい、本当にできなくなってしまいますね。ですから、それを考えたらおしまいよっていうようなところで、まあ、自分自身をブレーキかけるわけですけども、まあ、たまたま昨日の夜はですね、その4回やったのか、3回やったのか、5回だったら損したなって思ったときに、なんで自分が損したなんて思うんだろうなんてところから始まってきたわけですけどもね。で、まあ、今日はここで一度止めておきますね。この話の続きはまた別のところにすることにしてですね。で、実はで今朝山根から帰ってきて表グラフを見ましたらね、実はやっぱり3回しかやってませんでした。ですから昨日山根で1回やって、計4回でね、まあ良かったわけですよ。5回やってなかったんですね。またその時も変な気持ちが起きるんですよね。
どういう気持ちか。ああ、損しなくてよかった。こういうふうに考えてしまうんですね、私って。どういう人間だろうなんて思うんですけどもね。皆さん、そういう時どうなんでしょうかね。まあ、要するに、5回、うちへ帰ってきてね、5回やったんだと分かったら、損したと思うでしょ。ところが、まあ、結局、うちで3回やって、山の家で1回やったから、計4回で、それでよかったんだ。ってことを知ってですね。で、今日、山の家から帰ってきてグラフを見たら3回でなってましたから、もう1回付け足しましたけどもね、丸だけをね。しかし、ああ、よかったと今度は逆に思ったんですよね。一体こういう根性っていうのは一体どこから生まれてくるんだろうってことでね、まあ、今いろいろと分析、自分の脳みそを分析してるんですけどもね、心理反応っていうものを分析してるんですけども、どうもよくわからないんですよね。まあ、どこからそういう感覚が生まれるのかなと思いましてね、損も得もないわけですからね、はい、自分の健康のため、自分自身のためであったら損も得もないわけですよ。本来はそういう生き方をしなければならない自分が、まあ、いるわけですけども、そしてそれはよくです、本当によく、よく分かってるんですけども、そういう時には損したな、よかったなという感覚になるということですね。まあ、これもやっぱり冒頭の話になり戻りますけども、運動がねちょっと辛くなってきたもんですから、そういうふうに思うようになったのかなというふうに考えるようになりましたと同時にね、人付き合いにおいても、また仕事の面においてもね、まあその余分にやることについてはですね、どこかでブレーキが働くようになったのかなというふうにも考えますしね、まあ、余計なことしない方がいいという、まあ、なんて言いますかね、老人特有のニヒリズムというものが生まれてきたのかなとも考えますしね、まあ、いろいろ考えています。まあ、この結論は出ませんので、またしばらく考えさせてください。まあ、本来ならね、この日記はボツにするんですけども、もう時刻はね午後5時を過ぎてますからね。ですから、まあ今日はこのままビデオダイアリーを出させていただきますということで、このまま終わったんではね、まあ、皆さんの中にはなんだ林って今日の話つまんねえなんてね思われる方も多いと思いますので、もう一つやっぱり今日ね、あの山根から帰ってくるときにワイフとこんな話をしました。実はあの3月21日にですね、私の医療ファイルがですね、分厚さが 2,3 センチある、今までの医療記録が全部詰まったファイルがですね、ごっそりと入ってたんですね。まあごっそりてますか、その中にも保険証も入ってたし、高齢者手帳も入ってたし、病院の、ね、診察券も入ってたし、それから予約券も入ってましたし、まあ、みんな入ってたんですよ。薬手帳とそれから 2,3 枚の書類は抜いてあったもんですから、まあ、無事だったんですけどもね、それが本当に15分ないですね、目を離した隙にその戸棚から忽然と消えていたんですよね。その間部屋を 出入りした人はいない、ワイフと私だけなんですよね。そういう事件があったんですけども、帰りにその話になりましてね、まあ、あの物を見たとか経験したっていうのは、これは印象に強く残って、あのいわゆるはっきりと記憶の中に残るもんですけども、物をなくしたという事件はですね、私今今、まあ、その時、まあ、それ、まあ、それだけじゃないんですけどもね、まあ、とにかく、まあ、まあいろいろあるんですよ。いろいろあるということはですね、それ以上言うとね、ワイフがあなたね、結局あんたボケと間違えられるからそれ言っちゃダメよって言うんですけどもね、その物がなくなったという、まあ、その事件ですよね、はですね、忘れてるときというか、そのふっとそれを、まあ、その思い出から消えるとですね、何事もなく忘れてしまうんですね、あれ。そして折につけ、その話になって思い出したときに、ああ本当にそれは大変だったなということで、ガガガガッと思い出すんですけども、じゃあもう例えば食事の時とかね、テレビ見てる時とか、 TV あ、ね、ドラマ見てる時っていうのは全然もう思い出せないんですね。もう記憶の中から完璧に消えてますね、というのがなくした時の事件なんですね。ところが何かね、特にあの、まあ、今行くよう事件の時に、まあ V 字型の UFO を見せてもらったときには、もう鮮明にその形が頭に残って、まあ、本当に 2,3 ヶ月はもう目を閉じた と同時にそれがまぶたに浮かんでくるということがあったわけですけども、それは見たとか、ね、聞いたとか、あるいはその、まあ、そういうことですね。それは記憶にはそういう形で残るわけですけども、物がなくなったという事件はそういうふうにして心に残らないんですよね。もう他の話題になったらストンと忘れて、もうその他の話題に入っていくという感じなんですよね。でなぜだろうということも、それも考えたりしてね、今日帰りの車の中で話題になったんですけども、まあ、それを言っちゃおう、ワイフは言わない方がいいと言うんですけども、去年はとにかく1ヶ月の間に2回免許証をなくしましたね。そしてその1ヶ月前にはなんとね、銀行のいわゆる、まあ、カードを
一番大事にしているカードをなくしましたね、キャッシュカードと言いますかね。それから、まあ、それもやって今年入ってからもまあいろいろあるんですよ。あの全然記憶にないというかありえないようなもののなくなり方がするわけです。でところが面白いことにという方はそのどういう時にそれはなくなるかと言いますと、どこかで病院が病気と絡んでいるんですよね。でごく最近も先月なんですね、もう思い出すのも嫌だし、もうそれ考えるのも嫌なもんですからあまり考えてないんですけども、歯医者さん行った帰りにね、今度はスマホがなくなるんですよ。本当に忽然と消えてしまったんですよね。で歯医者さんワイフと2人で行きまして、ワイフもまたあなたが行くからついていくと言って、その歯垢のね、あの取ってもらうということで一緒に並んで終わって帰ってきた、その瞬間まではカバンの中にスマホとパソコンが入ってたんですけども、途中でショッピングセンターに寄ったんですけども、その時はカバンは持っていかないで車の中に入れておいたんですけども、家へ帰ったらパソコンはあったんだけどもスマホが消えていたということがまた先月ですね、初めにあったわけです。でそれもどうにもこうにも消せない事件なんですよね。でその話を今日車の中でしましてね、それをあんまり強調すると、ね、ボケ老人の第一の症状は物忘れ、置き忘れですからね、まあ、自らそのワイフに今日も言ったんだけど、そんなことを自分でね、みんなに公言したら林ボケたんじゃないかって疑われるのは、まあね、関の山ですからやめた方がいいわよって言うから、俺もそういうことあんまり言いたくないんだけどな、なんて話をして、それで帰ってきたんですけどもね、そういうことが実際には、まあ、起きてるんですけども、私自身はもう気にしないようにしてるんですけどもね、まあどうぞ持って行ってよかったら持って行ってください、何でもいいですってな感じで、まあなんていうかまな板の上の恋的な諦めって言いますかね。でまあ見ているわけですけども、しかし要するに目的がわからないわけですよ。何のためにどうしてっていうことを考え出しますとね、もんもんとしてきてしまいますから、わからなくなってしまうんですよね、まあ、大抵まあ病院から見ていますから、いろんな意味でね、病気、病院絡みってことですね。そのスマホも歯医者さんの帰りだったんですよね。なくすはずはないんですけどもね、スマホなんて皆さんご存知のようにそういう形ではね、落とすとかそれはあるんでしょうけどもね、そういうふうにまあ消えてしまった事件が、まあ、パタパタと起きているということですね。ただし目的も分かりません。ただし 99% は私のボケによるものかもしれません。 99% は、まあ、最近自分の脳みそがそういう意味では信頼できなくなりましたからね。ですから、それも 99% ありうると。しかし残りの 1% 実はそうじゃないんだけどなと思って、自分で自分を慰めると言いますか、言って聞かせることがまだ起きています。ですから、まあ、こういう事件の場合はですね、とにかくほっとくしかないんですよね。今までの経験からしますとね、なんだなんだってその時考えたところで答えは出てきませんからね。そしてほっといて、ある時ポツンとこう次のね事件が起きて、その謎の答えが分かるということが、まあ、いわゆる、まあ、今までのパターンからすると私の周りでは起きているということでね、まあ、あまりその深くは考えないようにしています。まあ、スマホがなくなった日にちなんかもとっくの昔に忘れてますからね。確かに3月21日 の、 あのファイル事件、それから4月14日の私の書斎の中に現れた、いわゆる高級体事件ですよね、についてはやっぱり日にちはもう忘れませんね。特にあの4月14日の高級体事件についてはですね、まあ、私の今までのいろんな体験の中でも、まあ、特に重要な事件ということになっています。というのはその様子をですね、ビデオカメラが、まあ、自撮りですけどもね、で撮っていたその中に映り込んでいた、つまり物的証拠があるということですね。まあ、中にはですね、私の CG による合成動画だというふうにおっしゃる方もいらっしゃる、オフィシャル方もいらっしゃるみたいですね。現に私にそのように書いてきた人もいますし、まあ、別のところでね、そのように書いている人もいらっしゃるみたいですね。私は直接見聞き読んではいませんけどもね。しかし私にはあれほどのね、いわゆるまあ CG を作る、まあ、いわゆるテクノロジーはありません。まあ、そう言ってもね、なかなか、はい、まあね、納得していただけないかと思いますけども、もしそれをお疑いのようでしたらね、林浩司のホームページの右上の方にね、 UFO が私の部屋にやってきたっていうふうに書いてありますから、どうかそれを見てですね、皆さん自身の目で見て、まあ要するに判断していただければ嬉しいです。まあ、それはともかくとして、そういう意味でその日にちを覚えている事件というのはいわゆる重要な事件なんですけども、その他にもね、いろいろ起きてますけども、
まあ、日にちももう覚えるのも面倒になったというのが今の私の偽らざる心境ということになります。まあ、そういうことが今でも起きているということだけをね、最後に今日皆さんにお伝えして、今日のビデオでありこれで終わります。繰り返しますけども 100% ですよね。もうね、上の人、神の人、 ET、エイリアン、NT、火星人、イギギはもう疑いようがないですね。います。そして皆さんをですね、温かく温かく見守っているということですね。まあ、そういうふうに考えていただいて間違いないと思います。皆さんのところも当然温かく見守っている、あなた皆さんのことをもですね、温かく見守っているということです。ということで、今日のビデオでありこれで終わります。バイ。